これは痛い。いや。痛い。これが痛い。グッとごめんね。これは。ちょっとじゃあ、このベッドの上でいいんで、さっきのこう痛い動作やってもらっていい？立って。あ、ベッドの上でいい。それは痛い。痛い。痛い。走ると痛い、結構。走るときはそんなに痛くない。こうサイドステップとかターンすると痛い。でも時々痛いんだ。なんかの拍子に痛い感じがする。ああ、そういうことね。はい、了解。じゃあもう一回寝て。こんな感じ。こっち側に、小指側に乗っちゃうんだよね、おそらく。うん、だともう右の多分外側に結構乗っちゃうんで、ここの中足骨って、まあ、ここのね、小指のここの骨が少しこう負担を、こういうねじれがちょっと強くなってきてる。だもうちょっと親指こっちをこう使えると小指側に負担が少なく済むんだけど、ちょっとね、右の外側に乗りすぎてるっていうか、乗ってる感じ。なので、多分、ここに、ちょい痛みが出てるかなって感じ。まあ、左もある。裏はでもやっぱ、全然、右の方が、張ってるよね。ギュッと。そう。そうだよね。やっぱこっちの方がこう発達してるよね。よいしょ。じゃあもう一回お願いします。いけそう。大丈夫。うん。はい、か。よし。はい。あとちょっとテープ巻くんで、もう一回上向きでお願いします。